奥原さんどうですか、悩みありますか。この前あったんですけど、うん、スーパーで自炊をしようと思って行った時に、うん、アスリート減量はないんですけど、うん、一応気にしていて、うんうん、豚バラの美味しそうなレシピがあったんですけど、うん、脂質が多いなと思って、うんうんうん、ちょっとロースで変えてみようかなと思って。ロースとバラは全然違う。ごめん。いやでも脂質少ないじゃないですか。そうでもロースにしたら全然違くて、もちろん美味しいんだけど、やっぱバラにはバラしかない良さがあるからね。なんかこの豚バラを食べて美味しく食べると罪悪感が残るんですよね。その罪悪感からいつ解放されるんだろうっていうのを。やめたらね、解放されるよ。あ、ですか。それやめた瞬間ってもう何でも食べるぞってなります。もう見るもの全部食べてました。なんかこう世の中にはびこってるものをもうこう全部、例えばこうテイクアウトするとかも知らなかったんですよ。なんか物をテイクアウトできるって。え、どういうこと。え、例えばこうなんかテイクアウトできる、シュークリームとか、例えばシュークリームとかそのファーストフードとか、うん、そういうのとかも一切食べなかったし、コンビニのものも私マジで食べたことなくて、丸鶏オンリーで生きてたの。丸鶏オンリー。本当にだからもうそっから解放されたから、見るもの全部本当にシュークリームとか全部食べてたらマジでこうなったみたいな。こうはなってないけど、でもその解放された時の幸せったらないですね。全然違いますよ。だから解放されると思う。だから気をつけた方がいい、一個言うのは。徐々にやった方がいい。健康もありますから、ね、そうそうそう、急に取りすぎると、ね、体もびっくりしちゃうから。そうそうそう、面白い、知らなかった。さくらちゃんはどうですか。食事も普通に食べてますね。あ、そうだ、お菓子めっちゃ食べたって言ってた、はい。そっか、じゃあ全然人によってこんなに違うんですね、悩みがある、ないも。面白い。